アランス・スチュアート・トランメルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ガーデングローブ出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ、MLB デトロイト・タイガースで活躍した。背番号3は、タイガースの永久欠番。タイガース対談後は、シカゴ・カブスやアリゾナ・ダイヤモンド・バックスで、ベンチコーチを務めた。現役時代、日本ではしばしば、トラメルと表記された。 デトロイトタイガースに入団し、マイナーでのプレイの後、1977年9月9日に、フェンウェイパークでのボストンレッドソックスとのダブルヘッダー、第2試合でメジャーデビュー。長年にわたってニューカンのキーストンコンビを組むことになるルーイテカーも同じ試合でデビューを果たした。フルシーズン1年目の1978年には139試合に出場。新人王を取ったのは、 ウィッテカーであった。1980年には打率300を記録して初のオールスター出場を果たす。守備力にも優れ、この年初のゴールドグラブ賞を受賞。遊撃手という名手揃いのポジションにあって、以後通算4回同賞を獲得する。その後2年続けて打率258の不振に終わったが、1983年には319を打ち、 初の2桁本塁打、自己最多の30盗塁を記録し、ア・リーグカムバック賞を受賞。そして1984年には、チームは最初の40試合で35勝を挙げ、その勢いで地区優勝を果たす。トランメル自身も打率、314を記録。カンザスシティロイヤルズとのチャンピオンシップシリーズでは打率36、364、1本塁打。 一三塁打をマークし、チームは三連勝でワールドシリーズに進出。サンディエゴ・パドレスとのワールドシリーズでは、トランメルは20打数9安打、打率450を記録。チームは4勝1敗でワールドチャンピオンに輝き、トランメルはシリーズ MVP に選ばれた。1986年には初の20本塁打を打つ。この年タイガースの内野陣は一塁。 ダリル・エヴァンス、二類・ウィテカー、三類・ダネル・コールズ、遊撃、トランメルとナイアッシュ全員が20本塁打を打つ。その年のオフに4番、保守のランス・パリッシュがフリーエージェントでフィラデルフィア・フィリーズに移籍。それまでを主に2番を打っていたトランメルは監督スパー・キー・アンダーソンによって1987年より4番で起用されることとなる。 その1987年には終盤主位のトロントブルージェイズを追い上げ、9月にはトランベルが18試合連続ヒットを含む打率、416、17打点と打ちまくり、チームは残り2試合で逆転四区優勝を決める。トランベル自身も打率34、343、28本塁打、105打点、200安打の大活躍。 タイガースの選手で200安打と100打点を同じ年にマークしたのはアメリカ野球殿堂入りした大先輩ある K ライン以来32年ぶりであった MVP 投票でもジョージ・ベルに次ぐ2位の高得票を得た1988年6月21日のヤンキース戦で3から6とリードされていた9回裏に逆転サヨナラ満塁本塁打を打つ タイガースはこの試合を挟んで3試合連続でヤンキースにサヨナラ勝ちを収めている。タイガーススタジアムに手打つトランメル1991年以後は膝、肘の故障に悩み、1992年は29試合の出場に終わる。1996年限りで現役を引退。なお、トランメルとウィティカーは通算1918試合に共に出場している。これは、 ポジションを問わず、特定の2選手が同じ試合に出場した数としては、アリーグ記録である。この両者が完成させた併殺は、2類、遊撃のコンビとしては、メジャー史上最多である。引退後は、マイナーのコーチとなり、1999年に、タイガースの打撃コーチに就任。2000年から2002年は、サンディエゴパドレスの1類ベースコーチを務めた。 2003年から2005年は再びフルスタイガースに復帰し監督を務めた。初年度の2003年はメッツのメジャーワースト記録の更新かと思われるほどのペースの敗戦が続きなんとか免れるもののアリーグのワーストレコードとなる119敗を喫する。2004年には71勝91敗、2005年は72勝90敗に終わり。 三年間合計で三百敗を期した。2005年10月3日に解任され、後に就任したジムリーランドのもと、タイガースは、翌2006年にワールドシリーズ進出を果たす。しかしファンからの支持は高く、2006年10月の試合時にコメリカパークを埋めたファンから、スタンディングオベーションを受けている。2007年から、シカゴカブスのベンチコーチに就任。2011年から、 アリゾナダイヤモンドバックスのベンチコーチに就任。しかし2014年に区再会になったことにより、カーク・ギブソン監督と共に対談が決定。シーズン最後の3試合のみ、ギブソンに代わり代行監督を務めた。2014年11月からタイガースの GM 特別補佐に就任。2016年4月15日に第4回、WBC のアメリカ合衆国代表コーチを 務めることが発表された。2018年、ベテランズ委員会の選出で、アメリカ野球伝道入りを果たした。伝道入りを記念し、現役時代の背番号3が、タイガースの永久欠番に指定されることが発表された。なお、欠番指定になるトランメルの背番号3は、トランメルの引退後長らく誰もつけていなかったが、2007年に、 ニューヨークヤンキースより移籍したゲイリー・シェフィールドが自身の付けられる背番号についてトランメルに相談したことで3を付けた。シェフィールドの対談後は2014年シーズンよりイアン・キンズラーが着用し決番指定される前に最後に3を付けたプレイヤーになった。ありがとうございます。